山を下るユリア山岳師団アルピーニは、イタリア陸軍の陛下の一つで、山岳戦を専門とするエリート部隊。語源はイタリア語で、交渉を意味するアルピーノから、雪と氷の戦争その歴史は、サボヤーサ、イタリア王国成立直後の1872年に、創立された王立山岳連隊にまで遡ることができ、今日においては、世界で最も歴史ある、 山岳部隊であると考えられる。イタリアは地理的には南部が地中海に面しているのに対して北部は欧州中央部と陸地でつながっており、その間には険しいアルプス山脈が天然の要害として存在している。したがって領土を陸地で接する他国、特にフランスやオーストリアとの戦いは必然的に山岳地帯での戦闘が想定されたため、 盛況な山岳部隊の創設が急務となった。1872年、ジュゼッペ・ペルッケッティは、イタリア各地の山岳地帯の住民から、専門部隊を編成することを提案。この計画は、王国軍のアゴスティーノ・リッチの指示を得て推進された。1872年末、イタリア王、ビットリオ・エマヌエーレ2世の命令により、アルピーニ連隊が創設される。 民間人の知識や経験を積極的に軍部隊に取り入れるという柔軟な方法は短期間で強力な山岳部隊をイタリア陸軍が保有するという結果をもたらした。時代が下るにつれアルピーニ部隊は規模の拡大を進め、1887年には7個大隊に増設された。また、 イタリア王国がアフリカに植民地戦争を仕掛けるようになると、これに対応して外政用のアルピーニ部隊も編成された。その後もアルピーニは国内部隊、外政部隊ともに規模拡大と作戦従事を続けた。外政部隊は第一次エチオピア戦争やイタリアトルコ戦争に参加し、国内部隊は国境警備の傍ら、 カラブリアやメッシーナで起きた大地震での災害援助で、功を挙げている。第一次世界大戦が勃発すると、イタリアはリソルジメント以来の宿敵であるオーストリア・ハンガリー帝国との戦争に踏み切った。当然ながら戦場はアルプス北東部になり、道がないに等しい山岳地帯の戦いでは、アルピーニ兵の力が大いに期待された。王国軍は一挙に四個師団に、 RP2 部隊を拡大し、山岳軍集団として指揮権を統合して前線に投入した。欧州で最も険しい山岳地帯での戦闘は、熾烈を極め、冬の極寒がこれに追い打ちをかけた。伊洋軍の兵士が、雪と氷の戦争をと呼んだ、この戦いで、山登りとスキーの特殊訓練を受けていた。RP2 士団はしばしば英雄的な活躍を見捨てた。 この戦争では最終的にトリエステと南チロルの併合がなり、イタリア国民はアルピーニ兵たちを民族的英雄として敬愛するようになった。現在の軍管区戦換気には規模が大幅に縮小されたが、ファシスト政権が成立すると再び部隊の拡大が進められた。陸軍はアルピー二兵の軍管区の整理統合や師団の再編成を行った上で、 6個、アルピーニ師団を編成した彼らの多くは、対戦中盤に、イタリアロシア戦役軍の増援として、ロシアに派遣され、陶器戦闘での実力を発揮した。山岳戦力の、さらなる必要性からアルピーニ師団とは別に、一般的な山岳不評師団の編成も行われた。アルピーニ師団ほどの伝統や連動を持たない、山岳不評師団はあくまで、山岳専用の装備を持った。 不評師団として運用され、対戦後半には、ほとんどの山岳不評師団が、不評師団へ再編されている。第二次世界大戦後、共和制となったイタリアでは新たに五個旅団編成へと変化し、軍管区も新たに決定された。幼い時から山で暮らす者から構成されるという伝統が検守されているため、他の陛下とは違って、軍管区内の定められた土地に住む。 イタリア人しか原則的に志願することは難しい。したがって一族代々の制御としてアルピーニ兵を続けている一家も少なくないという。こうした性質上、部隊ごとに閉鎖的な雰囲気が形成されるように思われるが、むしろアルピーニ各部隊の結束は非常に固い。年に一回、イタリア中のアルピー二兵やその経験者たちが一堂に会して、 祭りを行うという伝統があり、会場に選ばれた街ではその日は、数十万のアルピーニ兵が訪れて、再会を喜び合い、街頭は彼らを歓迎する住民と、イタリア国旗で埋め尽くされるという、ありがとうございます。